LINE ライブの方がもう放送始まり、いつも間違えて、放送準備の時に、おいしさんおはようございます。もうすでに放送始まってました。もうかさん、ルポスさん、まゆちゃん、かずさん、ルルさん、はい、おはようございます。 LINE ライブはですね、少し早く始まってまして、ちょっと気がつきませんでした。とんまるさん、アンディビさん、ガッデムさん、おはようございます。おはようございます。元カレさん、おはようございます。リンボンさん、明けましておめでとうございます。みーちゃん、おはようございます。レイさん、おはようございます。今日はですね、イスラエルのお正月なんです。節子さん、おはようございます。今日は、私一日間違えてました。明日かなと思ったんですけども、一日間違えてました、ごめんなさい。今日と明日。メロディーさん、おはようございます。今日と明日だったんですね。明日ではなかったんですね、今日と明日。イスラエルのお正月は、3日じゃなくて2日間なんですね。そして、今日と明日、今日と明日がイスラエルのお正月です。明日明後日と間違えてました、ごめんなさい。正確に言うと、昨日の夜6時、昨日の夜午後6時から、お正月が始まります。新年です。イスラエルの新年は今頃あるんですね、今頃ですね。そして、あ、大石さん、イスラエルのお正月ですね。イスラエルのお正月、ユダヤ歴っていうのがありますね。5780年、今日からユダヤ歴では5780年。ヒットさん、ハレリア、5780年になります。お正月、イスラエルはね、日本と比べて、まあ、多分6時間、7時間、7時間か8時間遅いので、あ、でもあれですね、今7時ですから。あ、おはようございます。おはようございます。ああ、ありがとうございます。はい、どうも。ちょうど日本だと今、朝7時ですから、多分イスラエルではもしかしたら夜の11時か12時です。ですから、イスラエルはもうすぐ新年と言えるでしょう。みちゃん、5780年パナイ。そうですよね。これはですね、アダムとエヴァ。天地創造からの暦です。すごいですよね、天地創造ですよ、皆さん。天地創造から見て5780年、わおっていう感じですね。西暦は2019年、西暦はですね、イエス様が生まれて2019年、西暦は2019年です。そして令和は元年、今年令和元年ですが、ユダヤ歴は5780年。そういうわけで、イスラエルは今お正月休みに入りました。お正月休み。そしてですね、イスラエルにはですね、7つのお祭りがあります。7つのお祭り、そのうちですね、3つだったかな、3つが春で、4つが、秋のお祭りです。春の祭りと秋の祭りがあります。そして春の祭りは、ペサハというお祭り、それは日本で言えば、世界で言えばイースターになりますね。ユウさん、おはようございます。まあ、イースター、復活祭ですね。イエス様の十字架と復活、イエス様
イエス様の十字架と復活がペサハ、過ぎ越しの祭りということですね。イスラエルのお祭りは全部イエス様の予言です。イエス様の予言です。そして春のお祭りはもう過ぎた予言になります。イエス様の十字架と復活は2000年前に過ぎました。そして、ペンテコステは、シャブオットというあのお祭りです。それは初穂の祭りということで、ペンテコステの聖霊降臨の予言でした。そして秋の祭りはこれから起きることの予言のお祭り、これから起きる出来事の予言ですよ。一つがロシュハシャナ、今日ですね。ロシュハシャナというのは新年という意味ですね。ロシュがどっちか分かんない、ハシャナ、どっちかが新しい、どっちかが年だと思うんですね。新年、まあ新年ですね。それがロシュハシャナで、そしてこれはラッパの祭りとも言われています。それはもう最近もちょっと言いましたけど、イエス様の再臨の予言です。イエス様の再臨の予言、つまりイエス様がもうすぐ来ます。これはまだ実現していません。もうすぐですね、イエス様が再臨されて、ラッパーが天使たちがラッパーを鳴らします。それは、イエス様が来られたということの知らせですね。そして、今日からですね、多分10日目ですね。今日はちょっと正確にあのイスラエルの数え方はですね、数えの数え方なので、10日目といっても、まあ、10月の9日になるのかな、ちょっと分かりません。10月の9日か10日ぐらいに、ヨムキプールというのがあります。ヨムキプール、それからまた数えで5日目に、スコットというお祭りがあります。この秋のお祭りの、まあ、大きなお祭りはロシュハシャナ、ヨムキプール、スコット、これ皆さん覚えてくださいね。大事なお祭りですからね。ロシュハシャナ、ヨムキプール、スコット、覚えましたか。ロシュハシャナ、ヨムキプール、スコットで、このヨムキプールは大食材日ということで、これがですね、まあ、イエス様の、なんて言うんでしょうかね、敬虚の時じゃないかなと思いますが、ちょっとそこのところ曖昧ですが、食材ですから。食材っていうのは、イエス様が再任して、クリスチャンを救うという、クリスチャンを救う、クリスチャンが敬虚される。まあ、それがヨムキプールじゃないかなと思います。そしてそれの5日後がスコット。これは、カリオの祭り。カリオの祭りは、千年王国をの予言じゃないかと言われています。千年王国。イエス様が再任されて千年間この地上で世界を治める。王として治める。それがですね、スコット。カリオの祭り。それが、そのイエス様の再臨敬虚千年王国、再臨敬虚千年王国という感じですね。ですから秋の祭りはこれからの予言です。これからの予言です。ですから皆さん、私たちはこのイスラエルのお祭りを通して、イスラエルのお祭りを通して、この人類の歴史の今クライマックスに来てるんだということですね。クライマックスに来てるということです。ぼちさん、先週ニコ生デビューして人気の出てる韓国人 JK は親子で脱北した
子らしいよ。学校での外国語は中国語か日本語を選択するんだって。だから日本語ペラペラ。ああそうですか、本当に脱北した人はですね、すごい苦労して、命がけで脱北します、その人がですね、まあ、北朝鮮のこととか、脱北に関わることをですね、まあ、明かししてくれるといいと思いますね。そして、日本人の誤解ですね、韓国に対する誤解が解けるといいと思います。差別というのは大体無知のゆえに差別する場合が多いんです。よく知らないで差別をしてしまいます。ですから韓国のことをよく理解し、中国のことを理解すれば差別はなくなってくると思います。あやぽんさん、おはようございます。クロモモさん、おはようございます。モクさん、懺悔すれば何でも許してもらえるんですか。聖霊を冒涜する罪は許されないとありますが、それ以外の罪は許されます。でも懺悔というのはですね、その上辺だけじゃダメなんですね。心から悔い改めて、そして悪いことをやめなければなりません、悪いことをやめて、これからは罪を犯さないで、イエス様の教えを従って歩もうという決心が必要です。皆さんご存知のようにですね、私の教会には、まあ、アフリカの方が来ています。3人来ています。そして、その黒人の方がですね、親しくなります。親しくなれば、よくいろんなことを、ね、知ることによって、差別する気持ちはなくなっていきます。知らないで、ね、黒人の方を知らないで、そのイメージ的にね、イメージ的に嫌だとか怖いとかいうのがあると思います。それはやはり、そのいろんなことを知らないために、ね、知らないためにそういう気持ちになってしまうと思います。そしてその気持ちはやはり人間の現在から来ているのではないかと思います。人間はそもそも罪人で、差別する心、そういう憎む心というのがもともとあるんです。だから人種差別というのは人間の現在から来てるんだということです。そしてイエス様を信じればそういう差別がなくなっていきます。イエス様を信じなければそういう差別があります。まあ、いじめとかいじめ虐待も同じ現在から来てます。多くの人はその虐待差別の理由を知りません、虐待差別の理由を知りませんが、イエス様を信じるとその原因である罪がなくなっていきます。みーちゃん、昨日の黒人の方の説法を聞いて泣いたよ。ああそうですか、素晴らしい、素晴らしいですね。まず私たちは、その差別とか虐待とかいじめを通してどうしてそういうことがあるのか、どうしてそういうことがあるのか、その人間の現在から来る罪、現在から来るんだ、人間は誰でも罪があってそこから差別とか憎しみが来るんだということを理解する必要があります。かつてのヨーロッパは白人以外を完全に差別してたよね。白人以外は奴隷って扱いしてたよね。そうですね、まだそれはですね、あります。今でも欧米にはまだあります。ある方から聞いたらですね、ヨーロッパにもまだまだ差別があって、アメリカよりもヨーロッパの方が差別が激しくて、日本人が例えばフランスのレストランに行くと、その
なんか差別されてですね、早く帰ってほしいみたいな態度をされるそうです。それはちょっと残念なことですけど、日本人もですね、欧米では差別されます。でもそれは人間の罪だということですね。私もですね、そういう日本人だということで差別された経験がありますけど、ああもう本当嫌ですよね。差別されるってすごく嫌な気持ちになります。でもそれは全ての人にそういうことがあるんだ。全ての人にそういう差別する心、罪があるんだということをまず理解する必要があります。そして私たちは許す必要があります。差別されても、憎しみ返さないということですね。差別されても許す、これがイエス様の教えです。そしてまさに、この世の中が平和になるためには、平和になるためには許し合う必要があるということです。白人の人はね、白人の人は黒人の人を差別するかもしれない。しかし、日本はですね、日本はアジアの人に差別をしてきたということをしっかり理解しなければいけません。日本の歴史はですね、日本の歴史はアジアを差別してきた歴史とも言えると思います。ですから私は日本のリバイバルは日本のアジアに対する差別の悔い改め、ツイキャスは先ほど開始しました。ああそうですか、おかしいですね。じゃあちょっと遅れてるんでしょうかね。キューちゃんの説法は勉強になっています。いつもありがとう。みーちゃんありがとうございます。アジアのどこの国を日本は差別したんですか？全部の国ですね。アジアの全部の国を差別しました。私が小さい時ね、私の祖父がね、祖父が韓国や中国を差別してた言葉を、聞いたことがあります、ね。その時はあんまりよく分かんなかったですけど、今になると私の祖父はですね、韓国中国に対して、その差別の言葉を言ってました。まあ本当は恥ずかしいと思いますね。恥ずかしいです。ですから、私の祖父は明治生まれでしたけど、明治生まれの人は、全員じゃないとしても、多くの日本人はアジアを差別してたと思います。そして不思議なことに、この21世紀、戦争を経験してない若い人が差別している、アジアを差別している、これはですね、やっぱり現在ですね。現在、時代が変わっても差別する心は変わらない。社会が良くなっても、これだけ文明が発達して IT があって、これだけ、便利な世の中になったとしても、しかし差別はなくならない。それはまさに現在の問題だということですね。現在というのは文明が発達してもあるんです。欧米の社会にもあるんです。どこの社会にも、どんな人でも、全ての人間にその現在という罪があります。イエス様を信じて初めてその罪という問題を解決できるんです。簡単に言えば、イエス様を信じなければ差別の心はなくならない、イエス様を信じなければいじめの心はなくならないと言えるでしょう。ですからぜひ皆さん、この原則を理解しましょう。原則を理解して、自分の中に差別の心があるということを認めましょう。あやさん、おはようございます。
セシさん、確かに、太陽戦争がきっかけで多くの国は独立しました。それは、まあ、結果論であって、日本は、その八甲一宇って知ってますか？八甲一宇、天皇がアジアや世界を、その天皇の下で、一つにしようとしたという、ことがあったんです。その八甲一宇っていうのはまさに天皇主義ですね。天皇主義、天皇が神だから、神である天皇がアジアを支配するべきだという考え方ね。それはおかしいでしょ。どう考えてもおかしい。はい、キューチャーの歴史の知識はどこで知ったものですか。まあ、これはですね、まあ、キリスト教の牧師が大体考えているような考え方ですね。クリスチャンの牧師が考えているような考え方です。はい、それではもう一度言います。ロシュハシナは、イスラエルのお正月のことで、今日が、お正月の始め、まあ、元旦にあたりますね。今日が元旦ということです。そして、イエス様の再臨はね、ロシュハシナの時に、来るという考え方があります。つまりもしかしたら今日イエス様が再臨する可能性があるということですね。今日イエス様が再臨する可能性があります。また来年のロシュハシナ、ね、再来年のロシュハシナ、ね、分かりません。そういうロシュハシナの時にイエス様が、再臨する可能性があるということですね。そういう意味では私たちはロシュハシナを意識する必要があります。カヨさん、おはようございます。そして私たちはですね、私たちが本当に大事なのは何か、大事なのはイエス様の再臨の時に啓示されること。イエス様の再臨の時に私たちは、取り残されるのではなく、取り残されて裁かれるのではなく、啓示されて救われること、これがとても大事だということです。多くの人は、再臨も信じないし、啓示も信じないし、天国も地獄も信じません。でも、私たちの永遠の将来、永遠の将来が大事なんです。皆さんは、一番大事なことを忘れてるんです。忘れてるというか知らないというか、人間にとって一番大事なこと、人間にとって一番大事なこと、ね、死んだ後どこに行くか、死んだ後どこに行くのか、永遠にどこで過ごすか、それがとても大事なんです。死んで無になると思っている人がたくさんいます。それは大きな欺き、大きな偽りです。死んで無じゃないんです。人間は死んで終わりじゃありません。死んだ後天国か地獄に行きます。天国か地獄に行きます。ですから皆さん、その永遠ですからね。皆さん永遠って、教会のマークさんいいですよ、どうぞ LINE ください。永遠って大事なんですよ皆さん。永遠に天国に行くか、永遠に地獄に行くか、皆さんこれはすごくすごくすごく大事だと思いませんか。すごく大事だと思いませんか。永遠ですからね皆さんね。みーちゃんはイエス様を信じてますから大丈夫じゃないですかね。イエス様を信じて信仰で歩んでれば
大丈夫ですよ。ですからぜひ皆さん、この今日はロシア覇者のですから、イエス様の再臨と敬虚、イエス様の再臨と敬虚を知ってください。そしてイエス様を信じて、イエス様の弟子として歩むなら、イエス様の教えに従って歩むならば、再臨の時に敬虚されて天国に行くことができます。教会のマークさん、今ハッピーでも後でハッピーじゃなくなったらどうするんですか。永遠にハッピーの方がいいと思いませんか。永遠にハッピーの方がいいでしょ。ですからぜひ皆さんにとって本当に大事なことなんです、ね、多くの人は知らないんです、まあ、さっきの話じゃないけど、無知のゆえに地獄行っちゃうんです。それはもう悲劇ですね。知らなかったと言ってもですね、もう天国、地獄行ったらもうそれは手遅れなんです。手遅れだから、手遅れになる前に知ってください。私たちは罪のゆえに地獄に行ってしまうんです。ですから地獄に行く前にイエス様を信じて、罪を許してもらって、その裁き、最後の審判、ね、最後の審判の時に無罪になる必要があります。有罪になったら大変です。有罪になったら大変ですよ。ぜひ皆さん、今チャンスです。チャンスです。本当なんです。もう、いろいろ証明たくさんありますよ。昨日読んだところによると、イスラエルの人たちは差別されますよね。ユダヤ人差別ってあるでしょ、ホロコーストみたいな。反ユダヤ主義ってありますよね。そのユダヤ人が差別される理由、どうしてユダヤ人だということで差別されるか、どうしてユダヤ人だっていうだけで嫌われるか、それは聖書にそう書いてあるんです。ユダヤ人は差別される、ユダヤ人は迫害を受ける、ユダヤ人は殺されると書いてあるんです。つまりユダヤ人がこの2000年間迫害を受けたのは、イエス様を十字架につけて呪われたからということになるんです。反ユダヤ主義があるということ自体が、もう聖書の言っていることが本当だということが分かりますよね。そして1948年にイスラエルが再建したこと、これも予言にあるんです。聖書の予言にあるんです。だから2000年前に滅びた民族がもう一度建国するなんて、これはですね、もう聖書が本当に正しいとしか言いようがないんです。聖書の神が本当の神だというまさに証拠です。イスラエルを見るということは、イスラエルを見るということは神の証明なんですね。神の証明です。ということは、天国がある、地獄がある、これは聖書にあることですから本当なんです。本当なんです。そしてイエス様が再臨して全ての人を裁くということも本当なんです。ですから、聖書を知ったならば、本当に神の言葉が成就しているということです。みーちゃん、反ユダヤ主義が本当にあるのは本当ですね。そうでしょ、ユダヤ人だけが差別されるってなんか変だと思いませんか。世界にはたくさんの民族があるのに、ユダヤ人だけが差別される。これはまさに聖書が正しいということの証明なんですね。聖書がそう書いてありますから、ユダヤ人は差別されるって書いてあるんですから、まさにこれは、イスラエルは神の証明です、ね、神の証明です。
はい、そういうわけで、今日はロシア社のですから、サイリント景挙を皆さんに知ってもらいたい。そして、今私たちはある意味では幸せです。このイスラエルを見て、聖書の預言が成就する時代であり、本当に目に見える形で聖書の預言が当たっていることを見ることができます。繰り返し言ってますけど、イスラエルが今繁栄していることも聖書の預言の成就です。そしてもうすぐロシアとイランとトルコがイスラエルを攻めます。それをエゼキエル戦争と言いますが、それも預言でありますから、もうすぐそうなったらば、まさにエゼキエル38章の聖書の預言の成就だと思ってください。またダマスカスが廃墟になるというイザヤ17章の預言も成就するでしょう。そのように今、聖書の預言が、成就する時代です。目に見える形で聖書の預言が成就します。そういう意味で、もうこれは、まさに聖書が正しい、聖書の神が本当に生きているということの証明なんです。証明です。はい、それではファイナルメッセージですね。第三神殿ができるということも言われてます。今ですね、エルサレムの神殿の丘には岩のドームという、イスラム教のモスクが建ってます。しかし聖書の預言によると、そこにですね、第三神殿ができるとあります。皆さん近いうちに岩のドームが壊されて第三殿神殿ができると思います。その時に、ああ本当に聖書の預言が当たったと皆さんは思うと思いますので、まあ、いつか分かりません、ね、いつか分かりません。近々だと思います。皆さんが生きている時だと思いますね。皆さんが生きている時にエルサレムの神殿の丘に第三神殿ができると思います。また反キリストという世界的な独裁者も現れてくるはずです。イエス様が再臨される前に、偽メシアである反キリストが現れる。これが聖書のスケジュールです。ぜひ皆さん、その終わりの時代の世界の歴史のスケジュールをぜひ知ってください。そしてその通りになるということを皆さんが確認することができます。それでは、招きをしましょう。招き、今日の放送を聞いて、ああロシアシャナは再任を表すんだ、ヨムキプールは景気を表すんだ、イエス様が来たらもうそれで人類の歴史が終わって、全ての人は最後の審判で裁かれるんだ、まだ間に合うんだ、まだ再任が来る前に悔い改めて、悪いことを悔い改めて、罪を悔い改めて、これからはイエス様を信じて罪のない生き方をしよう、神に立ち返って罪のない生き方をして、最後の審判で、無罪になりたい、イエス・キリストの十字架によって無罪になりたいと思う方、アメン。罪を裁かれて永遠の苦しみに入るのではなく、許されて永遠の祝福に入りたい、永遠の祝福に入りたいと思う方、アメン。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 
アメン。アメン。アメン。太郎さん、何も悪いことしてないですか？本当に太郎さん、悪いことしてないですか？何も悪いことしてないですか？何か、悪口を言ったり、妬んだり、不満を言ったりしてませんか？自分の心を見てくださいね。誰も罪を犯してない人はいないのです。誰も罪を犯していない人はいないのです。天の父様、感謝します。どうぞ、アーメンといった方々が罪を悔い改めて、悪いことを悔い改めて、これからは清く正しくイエス様の教えを守り、学び守り、神様に喜ばれる生き方を始めることができますよ。自己中で、そして、利己的な生き方をやめて、欲で生きて、肉的に生きる生き方をやめて、これからは、神の子として神様に喜ばれる生き方を始めることができますよ。そして、再任を待ち望み、景況をまず待ち望み、王の王であるイエス様がこの世界を治めること、王の王であるイエス様が、この神の国を王となること、それを待ち望むものとしてください。そして残りの人生をあなたに捧げて、あなたを述べ伝え、十字架を述べ伝え、神の国を述べ伝えるものとしてください。自己愛ではなく神の愛で、人々を愛していく生き方ができますように。どうぞアーメンといった方々を救ってください。祝福してください。そして日本はまだイエス様を信じる人はもう本当にわずかです。しかし神様に不可能はありません。あなたの力で日本が、本当の神の国、その日本の神ではなく本当の神の国となりますように。日本を作り変えてください。日本を作り変えてください。日本がイエス様の国となりますよ。イエス様の国となりますよ。日本を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、今日から新年です。5780年、新年です。何かいいことが起きると信じましょうね。ユダヤ暦の新年です。新しい年です。新しい年を期待しましょう。素晴らしいことが起きます。素晴らしいことが起きます。皆さんの人生に、日本に、世界に素晴らしいことが起きると信じましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。ありがとうございました。シャローム。ありがとうございました。良い一日を。良い一日を。シャローム。